やー予定がありません。予定がないっていうことがね、人によっては焦りにもなるかもしれない。でもね、そういう時はね、ストレッチするチャンスなんですよ。ストレッチね、毎日ちょこちょこやっている方いると思うんですけれども、予定がない時こそ思いっきりストレッチやりましょうよ。今日はスクワット効果もある予定がガラ空きの時におすすめのストレッチやっていきたいと思います。あー予定ないな。そんな時は両脇をガラ空きにするように。ガラ空きです。ただ単にこうやって下げるとスクワットでね、あんまし面白くもないし、フォームによっては結構難しく、膝に負担がかかってしまう時に全身を使って反動を使うことによってクッション和らげることもできるんですよね。はぁ予定ガラ空きです。ガラ空きです。ガラ空きです。ガラ空きが悪いって誰が決めたんですか。いろんなことできますよね。やりたいこと、ストレッチしてる最中に頭切り替わってやりたいこと思い出すかもしれない。予定がない時こそチャンスなんです。まずはストレッチ、スクワットから始めましょう。ガラ空きです。片足でもできるよ。ガラ空きです。余裕のある方ガラ空きです。やってみてください。さあやっぱね、今5回やっただけでもね、温まってきましたよ。今日も元気に行きましょう。ガラ空きです、この後。